7日経過してて、ここ卵見えるじゃないですか。どうも、わたくわです。今回はこちらのね、クワガタの産卵セットの割り出しの動画になります。こちらのクワガタはトカラノコギリクワガタっていう名前のノコギリクワガタになります。詳しくは、アマミノコギリクワガタのトカラレッド亜種として扱われている、クワガタが、まあ、このね、トカラノコギリクワガタなんて言われたりしてるんですよね。で、トカラノコギリの特徴は、なんといってもね、この、体の色ですね。トカラ列島のノコギリクワガタの仲間ね。大体の島の個体が、まあ、このくらいね、体の色がかなり明るいんですよ。この個体はトカラ列島の中でも、悪石島っていうね、島に生息している悪石島のトカラノコなんですけど、悪石島さんは結構ね、その顎が太短くなるっていうのが特徴で、トカラノコでね、一番サイズが伸びるのは中之島らしいですね。まあ、他にもね、トカラ列島、口之島とか、諏訪之瀬島とか、あとガジャ島とかね、他にも島があるんですけど、同じねトカラノコでも島ごとにねちょっとずつ特徴が変わってくるみたいですね。でちなみにトカラノコは現在ね、トカラ列島はノコギリクワガタの採取が禁止なんで、この個体はね、あの代々ブリーダーの方がねブリーダーを続けているところからちょっとね購入させていただいて、今回ね幼虫で購入したのが、オスが3匹とメスが1匹羽化して、ようやくね、この夏に活動開始したので、今回はね、こちらの産卵セットを組みました。産卵セットの内容は、こちらね、産卵1番、片詰めしただけで、従来のね、平田クワガタとか、メタリフェルとかを産卵させてるセットと同じような内容のセットなんですけど、産卵意欲が高くて、これあのセット組んで、ちょうど今日で7日間経過するんですけど、これね、もう7日経過してて、ここ、卵見えるじゃないですか。他にもね、ちょっとね、裏見にくいんですけど、5個以上ね、もう卵確認できてるんですよ。ということで、今回は、このね、トカラノコギリクワガタの産卵セット、1週間で卵ね、どのくらい産んでるのかっていうのを掘り出してね、確認しながら、卵をね、回収していこうかなと思います。それではね、産卵セット、早速ね、割り出していきましょう。それではね、産卵セットを割り出していきたいと思います。こちらはね、じゃあショーケースですね。コバエシャッターのショーケースで、こんな感じでね、もう、産卵1番と餌皿を入れただけのセットになります。で、メスはね、だいたい5日間同居ペアリングをやって、もちろんね、オスはちょっと顎縛りをした状態で5日間ね、同居ペアリングをやってから、この産卵セットにね、メスだけを投入して、ちょうどね、1週間経過してるっていう状態になります。じゃあね、ひっくり返していきましょう。ひっくり返すときにちょっとね、こちら、卵が、1、2、3、4、5。結構ね、もう確認できるんですよ。側面からも、あ、ここにもありますね。いっぱい産んでるんじゃないかなと思って、これ結構ありますね、卵。これね、ノコギリクワガタ結構ね卵産むんですけど、あ、メスいるいる。こちらがね、メスですね。メスもね、やっぱりね、あの本州のノコギリと比べてちょっとね、体が明るい感じの色合いをしてますね。まだまだね、この捕まる力も強くて体重もあるんで、全然まだまだ産みますね。これはこれね、また後で新しくね、産卵セット組んだ時に、またね、産卵させていこうかなと思います。じゃあちょっとね、避けておきましょう。卵ね、こんな感じでいっぱいありますね。ここにもありますね。卵は一旦、1個ずつね、このね、プリンカップで、ちょっとね、孵化するまで管理していこうと思います。結構ね、ノコギリクワガタって、もっとはね、硬いところに産卵するんですけど、産卵セットの中でね、動き回った時に、後半の方になってくるとね、自分で産んだ卵を自分でね、潰しちゃったりとか、自分で産んだ卵からね、孵化した幼虫とかも、事故で潰しちゃうこともあれば、産卵するとね、結構タンパク質を消耗するんですよね、消費するんですよ。で、そのタンパク質を補充するために、自分のね、卵とか幼虫を食べちゃうっていうこともね、あるんで、できる限りね、早めの回収をしてあげるといいんですけど、でもね、卵って結構デリケートなんで、ここはいつ回収するかっていうのは人によってかなり分かれる部分だと思います。でも今回は、ちょっとね、1週間っていうかなり早すぎるようなタイミングなんですけど、卵でね、確実に数を稼ぎたいと思ってるんで、回収していきましょう。意外とあれですね、ケースの底の面にいっぱい卵見えてたんですけど、そこ以外だとそ
そんなに実は産んでないかもしれないですね。結構ねマットをガチガチに詰めたところに好んでね産卵するんで、ケースの底が一番ね硬い場所だと思うんで、しかもね硬いケースの側面に沿ってる場所に産みやすいんでしょうかね。意外とない。でもねまだね産卵開始して1週間なんでね、ここからどんどんね産卵数が伸びてくると思うんですけど、とりあえずねノコギリクワガタ1週間でどのくらい産むのかっていうのをね、まあ、今回しっかり卵を数えて記録をねちょっとしっかり残していこうかなと思ってます。このブロックもねやっぱりね底セットのね底の方にこういう風にね産んでるんですよね。ほとんどがやっぱりね見えるところにある卵がほとんどだったのかもしれないですね。ということはやっぱりねケースのね側面とかね底面とか固く詰めた場所と、あ、まだちっちゃい卵ある、あ、まだありますね。よく見ればまだまだありますね。本当にねガッチガチに詰めた場所にしか、硬い場所にしか産んでないようなそんな感じですね。ということでね今結構、産卵セットの中確認したんですけど、もうね多分卵もう出てこないと思うんで、まあ、こんなところですね。で今回回収できた卵はこちらですね。これ全部で13個のね卵を回収することができました。でメスもねまだまだ元気なんで、ちょっとね今回割り出したこのマットは、もう一度ねあの先ほどの産卵セットに詰めてもう一回産卵セットを組んで、でちょっとねマットも足りないと思うんで新しいものを継ぎ足して、それでね再セットしていこうかなと思います。じゃあね、まとめに行きたいと思います。ということで今回は、こちらのねトカラノコギリクワガタの産卵セットね1週間で、卵がねこちら13個得られました。まだまだねメスも結構元気なんで、もうねこのままメスはね産卵セット再セット組んだんで投入して、もうちょっとね卵を産んでもらえたらなと思います。今回はねこのトカラノコギリクワガタの産卵セットなんですけど、国産のノコギリクワガタはどの種類も同じような感じで産卵するので、同じようにねこんな感じで小林シャッターのショーケースくらいのサイズで、産卵一番を使ってね産卵セットを組んで、マットをねガチガチに固めれば国産のノコギリクワガタだったら1週間で10個くらいね卵を産んでくれると思います。これをねあの3週間くらい放置すると本当にねうまくいくと30個とか40個とかね卵が取れてくるので、今期ねノコギリクワガタの飼育を始めてみたい方とかは、まあ、こんな感じのね産卵セットを組んで、で組んでからまあ 2,3 週間後にね回収してみると結構な数のね卵とか幼虫が取れるんじゃないかなと思います。またね他にもねノコギリクワガタの飼育方法などは他にもねしっかり動画にまとめてますので、ちょっとねノコギリクワガタ、飼育気になる方いましたらね他の動画もね見ていただけたらなと思います。それでは今回は、こちらのねトカラノコギリクワガタの産卵セットの割り出し1週間で産卵セット割り出す動画になりました。ご視聴ありがとうございました。またね次の動画もよろしくお願いします。失礼します。トカラノコギリ。